こんにちは、お姉ちゃんでございます。どうも、翔太でございます。お願いします。今日の動画ですね、はいはい、皆様のおかげで、チャンネル登録者数がなんと1万人を突破いたしました。ありがとうございます。いやー、嬉しいですね。嬉しい。シンプルに嬉しいですね。はい。はい。これ次は、2万人であったり、まずは1万5000人であったりとかっていうのを、ちょっとずつ、目指していきたいと思います。はい。はい、で、1万人、記念を、称して、今日は、質問コーナーを、やってみようかなと思います。よっ。はい。で、この間インスタグラムでね、募集した。YouTube とか、インスタグラムでちょっとこう募集したのを、ちょっと見ながら、はい、結構来ました。ありがたいですね。はい。100件ぐらい多分、来たかなと思うんですけれども、いけそうなやつを全部。全部できるだけ。できるだけ。はい、まあ、100件はないか。まあまあ、話せるところは先発してやっていこうかなと思います。はい、はい、お願いします。じゃあ1つ目、兄弟仲良しの秘訣を教えてくださいっていう質問です。難しい。難しい。初っ端から難しいよ。でも同じ趣味があるっていうのはいいんじゃないの。筋トレするまで別に、いや、仲良かったけど。仲良かったけど、一緒に遊びに行こうみたいな感じじゃないの、ね、今も遊びに行かないんだけど。でもジムが遊びに行くみたいな感じ、だけど兄弟3人仲いいんですけど、もともとただ筋トレでさらに仲いいのかな。確かに。はいはい、筋トレで仲良くなりました。筋トレで、筋トレしてください。兄弟仲良くなりたい。次、オフシーズン体重を気にしますか、コンディション気にしてますか。気にします。太りたくはないんで、変に。はい。お姉ちゃんは、お姉ちゃんは初めてのオフシーズン気にしていこうと思ってます。はい、頑張ってください。増えすぎないように。はい。ご両親も、次の質問、ご両親もマッチョですか。これね、どうなんだろう。いや、でもね、強いと思う。うん。例えばベンチプレスとか素人ですけど、お父さんもやったら50キロ以上上がるんじゃない。70キロぐらいやった。あれは上がってるとは言わないけど、動かせるだけど。50キロはあれも上げれるんじゃないの。うん、うん。で、お母さんも女性だけど、30キロぐらいは、ベンチプレス上げられてるんじゃない、還暦迎えてますけど、はい、これ以上言わないか。だから、やってないだけで、やってたらボディービルダーとしてすごかったかもしれないですね。はい、次。はい。お二人の普段のモーニングルーティーンが知りたいです。これは、動画にいつかできたらなと。はい、動画にしましょう。思います。はい。はい、あ、嬉しいですね。お二人大好きです。ありがとう。吉岡さんの腕と足の最強種目を教えてください。まあ、お互い話しますか。じゃあ、俺から。僕の腕だったら、まあ、上腕二頭筋、三頭筋ってあると思うんですけど、まあ、三頭筋だと思うんですよね。話してほしい内容で言うと。三頭で言ったら、これね、長年やっぱやってるじゃん、トレーニング、はい、だけど一番最初、本当に初期の初期にやり込んだ種目はフレンチプレス。ダンベルフレンチプレスを重量増やしてやってたかな。まあ、特に理由はない。だから、でもそれでもしかするとなんか一番最初に頑張ったって良かったさ、部位って発達しやすいっていうイメージがあるの、俺の中で。で、三頭筋はすごい発達しやすかった。フレンチプレスっていうのはいい種目かなと。今はやってるの？今もやってる。うん、まあでも、ライングエクステンションだけね。うん、で、足は、もうハックスクワットか、いや、最近はスクワットかな、フリーの。って思います。はい。はい、お姉ちゃんは？お姉ちゃんは、いやー、腕はね、まだ、女子フィジークを始めるって決めてから、トレーニングし始めたから、わかんないんだけど、インクラインカールがいいと思う。はい、足。足はスクワットをやりましょう。同じですね。はい。じゃあ次。でかくなるために必要なこと。でかくなるために必要なこと。はい。じゃあ一つだけってあげてるのは何？食事。筋トレなしね。あ、筋トレなし。ああ、食事？食事。
食事だね。でもね、こんなんね、シンプルすぎる。はい、答えが。うん、もう仕方ないですね。はい。次。最短ででかくする方法はありますか？筋トレ以外で。なんで筋トレ以外って何？筋トレ以外で最短ででかく。筋トレ以外って。最短ででかく。最短ででかくする方法。もうトレーニングを本当に結局頑張るしかないというか、思いのを持ちたせながら、本当聞かせるっていうのを早い段階で気づけるといいのかなっていう。聞かせる。聞かせる、確かに。そこがね、重要なポイントかなと思いますよ。最短でって言ったね。まあでもさ、もうそっか。違う？まあやり込む、うん。最初は。そうだね。やり込む。まあ最初はっていうか、まあでも最終的にやっぱ聞かせれないと意味ないかなっていう、うん、思います。はい。はい。お姉ちゃんのトレ歴とトレーニングルーティーンを知りたいです。はい。お姉ちゃんはトレーニング4年目。トレーニングルーティーンは、5V から 6V に分けてます。最近は足を裏と表で一気にやれるぐらいの元気があれば一気にやっちゃうし、やれなかったら分けちゃう。で、ルーティーンは？ルーティーンは足、胸、背中で、足の日に前の足しかやれてなかったら次の日に後ろ足、ハムケツで、肩、腕。以上。まあ、ほぼ同じです、実は僕。結局僕のパロディーです。真似をしてるというか、そういうところはね。うん、はい。はい、次。大会で上位を狙うようになったのは筋トレ何年目ですか？これね。教えてください。これね、申し訳ないんだけど、意外と常に上位だった。ちょっとだけ成績言うと、ほんとね、日本ジュニアで、2年目で3位。で、次の年が4位。で、次の年がミスター神奈川優勝。で、次の年はコロナでなかった。で、そのもう一つの年が、日本クラス別優勝、日本選手権12位。で、やばいね、今ってきてるんで、実は、なんかよく成績だけ見たら意外とポン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 ってきてるっていうか。うん、まあ、けどさ、そのマサテル君がさ、大会に出始めた時と、今とは全然レベルも違うからね。そう、そこに関しては、ね、昔の日本ジュニアと今の日本ジュニアだと全然違うし。うん、今のマサテル君が日本ジュニアにいたら、どれぐらいだろうね。まあ、今の違う。マサテル君のジュニア時代が、うん、のジュニア時代のマサテル君が、予選通るか、通らないかぐらいじゃん。ねえ、ってぐらいレベル高いよね、今ね。多分、うん、うん、はい、だからちょっと怖いっすね、今の下の子たちが。だけど常に実はいい感じに上位にいます。頑張ってね。はい、で次、はい、おすすめの和菓子を教えてほしいです。大好きなの言う。大好きな、ちょっと待って、考えさせて。和菓子ですね。何々の何じゃなくて、ああいう系、大福とかってこと。うん、ああそういうことね。いや、今の気持ち。今の気持ち。いや、だ、なんだろうな、難しいな。折れちゃっていい？制度で言いたいな。やばい、迷っちゃうな。和菓子。いや、行こう。今の気持ちでいいわ。せーの。大福。ああ、ごめん、今俺、あんころ持ちって言うの、大福で。うん。ああ、同じや。大福か、どら焼きか。はいはいはい。で、迷ったね。大福かどら焼きか。大福が一番幸せになるやん。ただ、大福ってなんだろう、すぐ満足しちゃう。うん。わかるかな、大福をいっぱいいっぱい食べるっていうのできないな。あ、わかるわかる。それはそうかも。どら焼きは結構俺いけんのよ。一個食べればよくない？とりあえず。いや、でもなんか、こう、なんかお腹いっぱいになってて、大福、どら焼き、どっちをポッて出されたら俺どら焼きと。あ、お腹いっぱいな状態の。わかるかな、言いたいこと。何て言ったらわかるかな。大福はほんと最初しか食えない。で、途中からはちっちゃいどら焼きとか大福あっても大福多分取らないで、どら焼きのあのちっちゃいのとか取ると思う。で、あとなんかチョコレート大福とかね、なんか美味しいのとかあるから。フルーツ大福とか好き。やべ、大福、和菓子でいっぱい語れちゃうから次。はい。あ、お姉様のスポーツ歴。スポーツ歴って話したことなかったっけ？ないかも。一応僕はですね、はい、ラグビーとサッカーを
やっていて、まあ、中学時代は、まあ、中高、ラグビーサッカーかをやっておりました。はい、姉ちゃんはほんとちっちゃい頃の記憶、ちっちゃい頃のしかないけど、うん、と柔道とラグビーを経験してきましたいやだからこうマッチョな理由もやっぱ小さい頃のなんていうのいやでも大事だね、小さい頃のあるのかなっていうスポーツ経験は大事だと思う。でラグビーは男の子にもだってやってたからね。そう、女子ラグビーじゃなかった、ね、兄弟3人小学生の頃ねラグビーやってたね、はい、だから結構タックルすごかったんですよ。タックルは重かった。男を吹っ飛ばしてたブイブイ言わせてたあの五郎丸の監督に褒められたことある。あ、日本代表ねすごいなあれ女の子なのって思ったことある素晴らしい。はい、じゃあ次、あ、オフは何して過ごしてますか。もう寝る、筋トレ、ご飯、寝る。あ、オフって筋トレのオフじゃない。あ、筋トレのオフの日、筋トレのオフの日じゃない。はいはいはい。でもぶっちゃけじゃあ仕事がないとか休みの日っていうのは筋トレだよ、もうメインが、うん、ただもうほんと筋トレもないオフの日って何するって言われると、でも減量期、今減量期ですけど、あの買い物行きたくなりますね。物欲が結構上がってきてて、うーん、なるほどっていう感じで、ただもうひたすら寝るかな。寝るっていうかゴロゴロする、うん、もう部屋から出ないもんね。部屋から出ない、基本的にね。部屋から出ない、うん、もうそれが一番。はい、次、つまんねえ次、筋トレをしていてモテたことはありますか。あのね、それを言うんだったら筋トレをしてモテたか、でもやっぱ一つの話題にはなるのかなっていう、うん、筋肉っていうのが、もうだってあの初対面のね筋肉系じゃない女性とかであっても絶対に最初に触れられるのが、待って何その腕みたいな、あーなるほど、の話題が一つね、そっから話す、はい、いや別に筋トレしてないよみたいな、うん、そんなこと言うの、サッカーやってたよぐらいしか、はいはい、なんかボディービルやってるはあんま言わないかもしれない、へー、うん、だけどやっぱ筋肉が大きくて、ね、付き合ったとかも全然あるんで、うん、モテるな、あの一定層にモテるようになる、その一定層が大事やねん。すごいね、モテるのが大事だ。お姉ちゃんは、ま、姉ちゃん、うん、筋トレ始めてさ、だから女性でさ結構ジムで声かけられて、男の人に声かけられてるとか見たことあります、うん、ありますね。もちろん私も女性です。はい、ありますかお姉ちゃん。ないモテない。いやなんかベンチとかやってるじゃん、一人でやってて、知らない人が声かけて、なんかの選手なんですかとか、すごいですねみたいな、強いですねみたいなことは声かけられたことあるけど、女性として声かけられたことはない。まあ、女性と男性の違い、俺と一緒にいるからね、ジムで。いや、一人で結構やってる時もあるよ、ちゃんと。いや、ガチすぎるんだよね、多分トレーニングしてる雰囲気。教えてあげようとかっていう意味になったら、男性が、いや、近づいてくる人もいるんだろうけど、教えるまでもない雰囲気。一切ない。素晴らしい。ガチトレーニーに認定されてる男の中。次。はい。こういうなんか筋トレ系以外の面白いですね。はい。おすすめの旅行先とかありますか？今行きたい場所？おすすめの旅行先。僕はですね、結構ね、熱海とか、まあ、静岡の方結構好きかもしれないですね。なるほど。なんで？わかんない。なんだろう。海鮮、なんかね、夏を、夏って感じ。夏を感じる。夏って感じ。お姉ちゃん、沖縄行きたい。あ、沖縄をね、一回だけ僕も行ったことあるけど、いいよね。沖縄行きたい。沖縄か北海道行きたいな。北海道行ったことないな。いいよ。ご飯がうまい。もう行けたら行きたいですね。はい、まあ、温泉地だったら僕結構好きですね。なるほど。はい、次。じゃあ、例えばなんだろうな。フリーポーズってどのように考えてるんでしょうか。意外とね、これ気になるかなと思うんですけど。いや、ルンちゃんは天才よ。いや、それを言うと大変、日本選手権また期待が上がっちゃう。だけど、じゃあどう考えてるかっていうと、基本、実は、あんまり好きじゃない。あ、そうなの？いや、考えるのは好きじゃない、うん。できるんだったら、同じ曲だけでやってもいいんだけど、うん、曲だけでやっていきたいのが本音。え、ちなみにルンちゃんは、
あの大会の前日とかに本当いきなりフリーポーズ考え出すレベルとかね、1日で完成させることとか結構あるよね。ちなみにまあ今年はそうだね、うん、そうだね、去年もそうだ、ただそれ真似しない方がいいですよ。あのやっぱ評価なんで、あのボディービルっていう、こう評価の一つのフリーポーズっていうのが、僕はただ得意だから、得意っていうか、まあそれなりのものをすぐ作れるっていうふうに思ってるんで、やっちゃいますけど、基本はね、お姉ちゃんとかやってたから、今日。でも無理だ無理、1ヶ月前ぐらいからね。しっかり考えないと、うん、間に合わなくなっちゃうんで。で、どう考えるかっていうと、まあ、まずは、枠組みで、なんていうの？このポーズを取ります。ここでこのポーズを取ります。で、次にこのポーズからこのポーズの流れっていうのを初心者の人がやっていくといいんじゃないのか。うん、ただ取るんじゃなくて、綺麗に取るように。うん、手の形とか、目線とかね、そう、決める場所と、うん、あの動く場所を、そう、決める場所だけ頑張っちゃう人がいるね、うん、ガッてやって次行くじゃなくて、ガッてやって次行くときにすごい綺麗にどうポーズするか、はい、あの流れが綺麗なのと視線がかっこいいので、そこは注目してくださいって言っておいていい？いいです、はい、頑張ります、はい、はい。